久保さん。確かに PayPay ペペね、使った方が得っぽいですね。間違いなく <laughs>。まあでも僕はあの動画のネタになるなと思って <laughs>。まあそれで稼ごうと思ってないんで <laughs>。そもそも <laughs>。そう。なんか1万円ぐらいですね。1万円ぐらいやって、増えた、やったとかなんかそういう動画撮って、まあそれでアクセス稼ごうかなっていう <laughs>。運用した、運用してみた結果みたいな、ね。みんな好きそうなやつですね。で、ちょっとあの、 いろいろテストして、100万入れたらどうなるのかとかね。そういうのも今後やっても面白いかなって。PayPay ペペで100万運用したらどうなのかとかね。<laughs> それもなんか好きそうなネタになるじゃないですか。うん。だから身近に使ってるものですし、あのー、まあ、いいかなっていう。まあ、すぐ始められるし。うん。だからその、なんだ、FX を覚えるっていうことも僕の課題で40歳からあるんですけど、まあ、今もう身近に使ってるので、 もうだいぶ PayPay ペイペイマスターというかね、まあだいぶ使,使いまくってるから、まああとはまあ、あの、アクセスも取れそうだなってペイ PayPay ペイ利用者がまあこれからも増え続けるんで、これからも増え続けるでしょうね。今、多分前見た時は PayPay ペイペイは1000万人の利用者って言ってたんですけど、多分もう、これもう3000万人ぐらいになるんじゃないかなと。PayPay ペイペイ利用者。そのうち3000万ぐらいになるんじゃないですか。あ、すいません。久保さん。<laughs> 久保さんもう3500万人。2021年1月5日 <laughs>。2021年1月のニュースで3500万人突破らしいっすよ。これやばいっすね。ま、1億人いるじゃないですか。もう3分の1っすね。どうすか。やばないですか、これ。3500万人ってやばいっすね。ぶち抜いてんな。これやばくないですか。 日本の人口の3分の1ぐらい占めてんじゃないですか。こ5000万人とは言ったらもうやばいですね、久保さん。でも5000万人いきそうな勢いはあると思うんですけどね。うん。まだ伸びしろは僕はあると思うんでね。これすごいですね。うん。まあ、こっからペイペイがガバッと利益取っていくでしょうね。そのペイペイ運用とかもこうね、デフォルトでかまし始めてますから <laughs>。 まあ、その企業戦略に乗ってあげて、乗ってあげて、あの、アクセス稼ぐっていうね。うまあ、あの、今回はあの、自分でその稼ぐための思考みたいな、一人で稼ぐ思考ですね。うん、やっぱその稼いでいく上で、まあ、例えばその、単発的に見るんじゃなくて、その氷山の一角、まあ、多分ね、ほとんどの人は、 まあこう億万長者シリーズでもなんか久保さんが言ってたと思うんですけど、なんか氷山の一部なんですよね、出てるところって。でも、一番深いところって、見えないところなんですよ。で、その見えないところを自分で可視化できるかっていうのが、まあ、可視化にしましょうか。可視化。可視化って今調べていいですか可視化。可視化意味。 見えるか可視化。主に企業活動にどのような業務どのような流れであ、見えるか可視化とは、主に企業活動においてどのような業務がどのような流れで行われているのか。業務プロセス、計画実施評価などの実態をグラフや図表なので目に見えるようにすることで可視化ですね。だからビジネスを可視化しろみたいな感じですか。うん、ちょっとそれで行きましょうか。うん。だからもう、 ビジネスをやればやるほど目に見えなかったことは見えるようになるんですよ。だけど逆にビジネスをやらないとずっと見えないままなんですよ。だからアクセスを稼ぐ仕組みっていうのもやっていくうちに、あ、こういうふうにやればこう取れるよねっていう、まあなんだろうな、あの戦略だったりというか、なんか戦術というか、あの、なんかそういうのはで,できるわけですよ。 もちろん全部が当たるわけじゃないけれども、これ、いけんじゃねみたいなのがどんどん出てくるわけですよ。でもそれはビジネスをやっているから、そのビジネスのスキームが分かっていって、じゃあそのスキームに対してぶつけていくっていうことは逆に、ビジネスに飲まれるんじゃなくて、ビジネスの流れの波に乗ることができるんですよね。わかります。でもこれ、ビジネスやってないと、それが目に見えないので、表面的なところしか見えないわけですよ。だから表面的なところでみんなジャッジするんですよね。 で表面的な分かりやすいというで言うならば、まあ、いつも結構話題に出しますけど、表面的なところって何かっていうと、億万長者合宿に参加したら億万長者になれるんですか億万長者になれるんだったら参加いくらでもお金払いますみたいな表面的な部分なんですよね。いやいや、もっと裏の側面を見れるようになると、まあ、これ裏の側面を見て参加できた人は誰一人いないんですけど。 億万長者合宿に参加したらどんな裏のメリットがあるのかそのメリットを作り出せるわけじゃないですかもし久保さんの分身がもしね久保さんの分身があの億万長者合宿に参加してたら何やってたと思いますもう億万長者合宿を使い倒して億万長者合宿でバンバン宣伝してで億万長者合宿に参加したあのまるです久保さん今度ちょっと、うん、あの こんなのできたんで、ちょっと紹介してくれませんか一緒にちょっと対談できませんかとかね。もうガンガンね。ね。ガンガン行くっていう。ね。久保さんがライブやったら、億万長者に参加したまるまるですみたいなで。久保さんもね、参加した億万長者にさん合宿に参加したまるですっ来たら、無限にできないですからね。<laughs> なんで。<laughs> もう億万長者合宿をずっと使いたんだからマトリックスアフレートみたいなのあすよね。 <laughs> 億万長者合宿参加者名刺をめちゃめちゃ使いまくるみたいなね。わかりますで、これはみんなできないんですよ。目,目に見えるところしか、あのなんだ使わ、あの、目に見えるところしか、このさんの一角しか見てないので。うん。なんか久保さんはね、結構ね、その目に見えないところをね、めちゃめちゃ活用できるかなっていう、活用してきたなと思いますね。 まあライブ放送、20時間ライブ放送もね、もう多分一番目立ってましたよね。稼いでないけど一番目立つっていうね <laughs>。広島の久保ですっていう。その時は広島の久保ですみたいなね。もう誰がもう覚えちゃいましたよね。あ,あれはちょっとね、山口さんもね、まあ、朝9時からね、朝9時から一発目だったかな、久保さんがね、スタンバイしてましたみたいな <laughs>。めちゃめちゃコメント入ってましたからね、20時間ライブ。 もうめっちゃ活用してましたよね、あれね <laughs> そ。そう。買うしかないっていうコメントもね、もうその、なんだろうな、そのビジネスのスキームに乗っかって、買うしかないっていうふうに、この販売者に乗っかって、買うしかないっつって、ね、あの乗っかって、それをまた使い倒すというかね、うん、あれ面白かったっすねな。なんかでプロモーションで買うしか、もう買うしかありませんみたいなね。 もう買うしかないみたいな。そう。まあ、久保さんが分かってやっていた。確かなんか、戦略でやってたような、言ってたような気がするんですけどね。目立つためにやってたみたいな。はい。まあ、ということで、あの可視化する、ビジネスを可視化するっていうのはすごい大事ですね。うん。いってらっしゃい。